はい、それでは大変お待たせをいたしました。発車いたしますのでご注意ください。またお座席にお座りになりましたらシートベルトの。ドリームスリーパーの車内は木目調の化粧板が多用され豪華です。扉が設けられています。バスは南海ナンバー高速バスターミナル経由大阪駅前行き夜行高速乗り合いバスドリームスリーパー東京大阪号です。到着予定時刻を申し上げます。早朝6時35分6時35分終点大阪駅前には7時ちょうどに到着いたします。交通事情により多少前後することもございます。遅れによる払い戻しはいたしませんのであらかじめご了承願います。途中1箇所での休憩を予定しております。休憩場所と時間につきましては乗務員よりご案内いたします。それでは車内設備についてご案内いたします。 NASA の理論に着想を得て開発されたゼログラビティシートは座席横のコントロールボタンで調整いただけます。最高の眠りに導くゼログラビティ姿勢は全自動ボタンの下側で設定いただけます。荷物棚に予備の毛布と部屋着をご用意しておりますのでどうぞご利用ください。お手洗いは車内中ほどにございます。前方およびトイレ上部のランプが点灯しているときは使用中ですのでご確認の上ご利用ください。パウダールームが車内後方にございます。安全のため備え付けの椅子におかけになってご利用ください。車内ではフリー Wi-Fi スポットサービスを提供しております。ご利用の際は備え付けのリーフレットをご覧ください。各お部屋に電源コンセントと USB ジャックがございます。パソコンのご利用、携帯電話やスマートフォンの充電用としてご使用ください。ドライヤーなど電圧の高い機器のご使用はできませんのでご了承ください。天井とパウダールームに緊急用押しボタンがございます。万が一急に体調が悪くなったりした時などボタンを押してお知らせください。お客様にお願いを申し上げます。この先運転には十分注意してまいりますが危険回避のためやむを得ず急ブレーキ急停車となる場合がございます。必ずシートベルトを着用してください。車内事故防止にご協力をお願いいたします。車内は客室、通路、化粧室ともに全て禁煙です。車内全席個室ではございますが携帯電話、スマートフォンはマナーモードに設定していただき他のお客様のご迷惑とならないようご配慮をお願いいたします。次のご案内は明朝南海ナンバ高速バスターミナル到着前とさせていただきます。それでは大阪到着までごゆっくりお休みください。